明けましておめでとうございます。頼まれていたものはこれで全部ですよね。ああ、それじゃあそろそろ。うわ、何だよ一体。いい加減認めろよな。この土地は俺らのものだって。そんな勝手なこと。勝手だろうが何だろうが、ここに証拠の契約書があんだよ。だからこの土地は俺らのもんだ。それはあなたたちが偽造した契約書でしょ。本物は私が持っています。偽造だろうが何だろうが関係ねえんだよ。俺らがこれを本物だって言えば本物になんだよ。いいからさっさと立ち抜けよ。それとも痛い目見ねえと分かんねえのか。あ、危ない。ギリギリだったけど何とか間に合ったな。てめえら、一体何者だ。俺たちの邪魔をするつもりか。あのよくわかりませんけど、暴力は良くないです。ちゃんと話し合いを。うっせえ。おい、お前ら、この女と一緒にこいつらも痛めつけてやれ。はい。へへ、悪く思うなよ。おいおい、問答無用かよ。おのがみを盾にして女性を守ろうとするとは、その熱き人情、感服いたしました。ゆえに、私も義兄の意志のもと、あなたにご助力させていただきます。一体、何が、お前ら。無駄ですよ。あなたのお友達は皆地面でおねんねしていますので。なあ、ありえねえだろ。あの人数を一瞬でなんて。大切なのは量よりも質です。勝ち込みをかける覚悟もない三下など物の数にもなりません。それにしてもこのような義理を通さぬ地上げを行うとは。その上、仇に暴力を振るうなど義兄の者として許されることではないですよ。この落とし前、しっかりとつけてもらわなければなりませんね。ダメです。おい、武装な姉ちゃん、ストップ。どうして止めるのですか。この者たちは仁義に反しました。ならばしっかりと落とし前をつけさせるのが同じ筋物の役目です。そのごめんなさい、言っている言葉の意味がよくわからないです。でもそのこれ以上するのはダメだと思います。だな、さすがにやりすぎだぜ。わかりました。あなた方がそう言うのでしたら、これ以上はやめておきましょう。あなたたち、この方たちの人情に
深く感謝するのですよ。ですが、このようなことは今回だけです。そのことを夢忘れないでください。わかった。はあ、顔は笑ってるのに、なんだかすごい威圧感が。本当に物騒な姉ちゃんだな。仇への強奪、略奪、脅迫と他者を害する行為の禁止、杯を交わせば皆家族であり、いかな状況であっても全身全霊で守る。約束は必ず守り、礼には礼を、あだにはあだで返す。義理人情こそが人を人たらしめるものである。これこそが私を私たらしめる規律です。そしてこれを破る者を私は許せないのです。はあ、おお私のことはいいのです。それよりも早く女性の手当てをしてしまいましょう。そうですね。ルシスさんのおかげでいろいろと助かっちゃいました。ありがとうございます。いいえ、気にしないでください。私はあなたたちの心意気に応えただけですので。にしても武装な姉ちゃんってすっげえ強いんだな。あんだけの人数を一瞬で倒すなんてよ。幼い頃から組の構想に巻き込まれていましたので、切った張ったは慣れているんです。さっきから思ってたけどよ、武装な姉ちゃん喋り方変わってるよな。それに聞いたことのねえような言葉も使うしよ。すみません、私のうちにいた者たちは皆こういう喋り方をしていたもので、ですから私も似たような喋り方が染みついているのです。なるほど、そうだったんですね。そういや、変わっているって言えばよ、武装な姉ちゃんの獲物も変わってるよな。おいら剣と盾が合体する武器なんて初めて見たぜ。ちょっとかっこいいじゃねえか。これは我が家に代々伝わるマグです。何でも使い手の意志に呼応し、その力を上げるという特性を持っているそうで。そいつはすっげえな。あくまで言い伝えですよ。本当かどうかは私にも分かりません。それにしても、ユイシスさん、どうしたんですか？私たちをそんなにじっと見て。いいえ、あなたたちのような義に熱き方たちがケツ持ちをしているとは思っておりませんでした。この町の騎士団は随分とできた騎士団なのですね。お、騎士団？オイラたちは騎士団じゃないぜ、気空団だ。気空団では町のものではないのですね。ああ、でしたらなぜ先ほどあの女性を助けたのですか？あなたたちには何の関係もないのでは。つまり無意識で助けた、そういうことですか？驚きました。義教に熱き人たちであるのは分かっておりましたが、まさかこれほどとは。実に素晴らしい心がけです。これほどまでに立派な教格を私は見たことがありません。しかしあなた方のような素晴らしき人たちを求められるかしらですか？さぞかし太いお方なのでしょうね。そうですね、そのような人のもとでしたら私も。ユイシスさん、そのよろしければですが、
私を紹介していただけませんでしょうか。紹介も何もオイラたちの団長はこいつだぜ。そうなのですか。でしたら組長。いえ、この場合は団長ですか。ぶしつけなお願いとなりますが、私にも杯をいただけませんでしょうか。杯いただく、どういう意味ですか。すみません、堅気の方にわからぬ言葉を使ってしまいました。ですので言い直させていただきます。私をあなた方の団に入れていただけませんでしょうか。なっ、武装な姉ちゃんをか。そりゃ武装な姉ちゃんは強えしダメなんてことはねえけど、でも一体どうしてだ。私には絶対にやらなければならないことが、筋を通さなければならないことがあるのです。ですが、そのためには足りないものが未だ多くあります。しかし、あなたたちのような義に厚き貴君子たちがいる団であれば、きっとその足りないものを補える、そう思うのです。何より、あなたの在り方は私の理想とする頭の在り方に近いのです。ですからお願いします。オイラは反対しねえぜ。武装な姉ちゃんのまっすぐな思い伝わってきたしな。私もです。義教心にあふれ義理人情にも熱いあなたたちは私の規律を破るとは思えません。こう見えても人を見る目はあるつもりです。でも落とし前でしたか。それについては。そうだな、オイラたちと一緒に来るならああいうのはなしだぜ。それは状況によりけりという答えではいけませんでしょうか。基本的に頭の言うことには従いますが、ですが私にも譲れないものがあります。ですから。それならいいんじゃねえか。誰にだって譲れないものってあるしな。ありがとうございます。それでは真に仲間になるための誓いとして杯を交わしましょう。ユイシスさん、これは？私のうちに伝わる儀式みたいなものです。お互いの杯を交わすことで仲間に、家族になったということを周囲に証明するのです。へえ、そんな儀式があんだな。本来はお酒でするものなのですが、今回はお水でさせていただきます。あなたたちは飲めないと思いますので。これでいいんですか。ええ、これで名実ともに今日から私もあなたの組団の一員よ。これからよろしくね、団長。ユイシスさん。おい、武装な姉ちゃん、どうしたんだよ。さっきまでと喋り方が。杯を交わしたということはもう家族だもの。家族には絶対の信頼を置かないとね。だから信頼の証として素の私を見せてるの。家族相手に堅苦しい言葉は嫌でしょ。
しましょう。とりあえず探すしかねえだろう。武装な姉ちゃんが財布持ってんだし。そうですね。ユーシーさーん。おーい、武装な姉ちゃんどこだ。その声、ルリアさんに B さんですか。武装な姉ちゃん、こんなところにいたのかよ。安心しました。どうしたの、そんなに疲れたような顔をして。武装な姉ちゃんがいなくなったから心配して探してたんだよ。それにオイラたちの財布を武装な姉ちゃんが持って、で、何してんだ。何って、シャバに来てるのだから買い物に決まっているでしょ。それで店主、この値段でよろしいのですか。はい、それで十分ですよ。わあ、お金がいっぱいです。おい、そんな大金で何を買うつもりなんだよ。壺よ。何でも持っているだけで幸運に恵まれるらしいわ。幸運に恵まれるならこの程度の値段、安いものでしょ。幸いこの間の依頼で入ったかすりで十分買える値段だしね。わあ、すごいですね。持っているだけで幸運になるなんて。待て待て、ルリアも武装な姉ちゃんも。どうしたんですか、 B さん。どうしたの、そんなに慌てて。詐欺、つまり幸運を呼ぶというのは語りだと。いきなり現れて何言いやがる。どう考えても詐欺だろうが、そんな壺なんてあるわけねえだろう。っていうか、そのひでえ値段はなんだよ。うるさい、いいからさっさとこの壺を買え。買うわけねえだろう。買わないのならこっちにも考えがあるぞ。おいおい、どうしたんだよ。なんか面倒事かよ。ねえお客さん、痛い目には遭いたくないだろう。ならどうすればいいかわかるよな。おいおい、詐欺の罪は脅迫かよ。脅迫？あくまで交渉だよ。さあ、お断りさせていただきます。詐欺行為だけでも許しがたいことだというのに、なのにケツ持ちまで使って灰出しをかけてくるとは。どうやらあなたは人としての仁義すら持たぬ様子。そのようなものには情けをかける義理はありません。その落とし前、しっかりとその身で取ってもらうとしましょう。人が優しくしてれば調子に乗りやがって。おいお前ら、高い金払ってるんだ、その分働いてもらうぞ。分かってるって。金の分はしっかり働くさ。ちょっと痛めつけるとしますか。頭にそのような大物を垂れるとは、どうやら身の程というものを知らぬようですね。所詮は三下ですか。いいでしょう、同じ筋物として可愛がってあげます。話になりませんね。
こちら、こんなに強いなんて聞いてねえぞ。ただの客じゃねえのかよ。この程度でケツ持ちをしているとは呆れてしまいますね。いいえ、あなたにとっては分相応というものですか。さて、どう落とし前をつけてもらいましょうか。俺が悪かった。もうこんなことはしない。だから助けてくれ。それは危険の嘆願というものです。あなたは仇を騙して上がりを得ていました。その報いはしっかりと受けねばなりません。その身をもって。頼む。見苦しい。筋物として覚悟を決めなさい。それに先ほど私は言ったはずですよ。あなたには情けをかける義理もないと。可変する武器に義理人情なんて綺麗事を抜かすエルーン。おい、まさかこいつ、あいつが言っていた例の潰した組の一人娘か。おい、それがマジなら早くボスに伝えねえと。その言い様、まさかあなたたちはあいつのことを知っているのですか。おい、逃げるぞ。ケツを割りますか。しかし絶対に逃がしません。おい、武装な姉ちゃん。待ってください、ニューシスさん。一体何がどうなってんだよ。わかりません。あんなユイシスさん初めて見ましたし。とにかくユイシスさんを追いかけましょう。ああ、でもこいつだけは憲兵に突き出しておかないとな。おい、武装な姉ちゃん。パワー、ユイシスさん囲まれてます。随分と舐められたものですね。この程度の人数で私を的にかけ切り込むなど、身の程というものを知らないのですか。大物を垂れ徒党を組んだとて所詮は三下。私の敵ではありません。お前こそいつまで大物垂れてるつもりだ。戦いは数なんだよ。そのようなことだからあなた方はボンクラなのです。仕方ありませんね。同じ筋物としてその過ち正してあげましょう。感謝してくださいね。私自らの手でしごいてあげるのですから。ちょ、武装な姉ちゃん待ってって。一人で突っ込むなんて。ユイシスさん。しょうがねえ、オイラたちも行くぞ。いくら武装な姉ちゃんでもこの数はヤバいだろうしな。はい、ユーシスさんを助けましょう。少し黙っててくれる。ユーシスさん、どうしたんですか。なんだかその
怖いですよ。そうだぜ、不祥な姉ちゃん。ごめんなさい。それではあいつのこと全て歌ってもらいましょうか。ああ、だんまりを決めたいのであれば構いませんよ。ただし、その時どうなるかは説明するまでもないですよね。やめてくれ、俺は知らないんだ。なるほど、黙秘するのですね。本当に知らないんだ。ボスからそう言われただけで、だから。そうですか。では質問を変えましょう。そのボスとやらはどこにいるのですか。なるほどな、お前があいつの言っていたやつか。あなたはボス。なるほど、あなたがボスですか。これは手間が省けましたね。では単刀直入に、あいつはどこにいますか。俺が素直に答えるとでも思ってんのか。いいえ、ですが早く答えることをお勧めしますよ。あなたも空に沈みたくはないでしょう。言うねえ。さすがあの組の一人娘だな。にしてもあいつをそこまで必死に追いかけているとは。やっぱ復讐か。あなたには関係のないことです。そういう割に怒りで体が震えてるぜ。でもまあそうなるのも当然だよな。なんせあいつはお前の組を裏切った、潰した原因を作ったやつだもんな。組？潰れた？復讐？一体どういうことだよ。え？なんだ、お前らこいつの仲間なのにそんなことも知らねえのか。こいつはな、とある町を占めていた騎士団ディートリア組の頭の一人娘なんだよ。まあその組も俺たちの親組織との抗争で潰れちまったがな。そんでこいつが目の色を変えて探してるあいつってのが組を潰した直接の原因ってわけだ。ユイシさん、武装な姉ちゃん。それにしてもこいつは傑作だよな。お前の組には家族には絶対の信頼を置くなんて誓いがあるって聞いたぜ。だったんやのにその組の一人娘がそれを率先して破ってるとはな。普通なら絶縁者だよな。破ってなどいません。隠し事をしてるってこと。仲間を信頼してねえってことだろうが。それはまるであいつと同じだな。仲間だなんて口先だけで抜かすあいつと。貴様！バカが！撃て！切り落としやがった！何驚いてんだよ。武装な姉ちゃんが言ってたことだろ。杯を交わせば皆家族であり、いかな状況であっても全身全霊で守るってよ。だけど私は仲間に、家族に隠し事をしていて。隠し事とかそんなの関係ありません。ユイシスさんは私たちの大切な仲間です。まっ
さか一目損なうとはな。仕方ねえ。おいお前ら、こいつらを叩き潰すぞ。えい、来るぜ武装な姉ちゃん。ええ、武装な姉ちゃんの探し人の情報は得られなかったな。そうね。くそ。それではあいつのこと全部歌ってもらいますよ。あいつならその狡猾さを気に入られて親組織に引き抜かれていったぜ。えらく素直に答えるんだな。嘘言ってんじゃん。手のすいた嘘をつく理由もねえだろ。それに今言ったことぐらいしか俺も知らねえしな。そうですか。それではもう一つ問わせてもらいましょう。襲いかかってきたボンクラどもが私を探していたかのようなことを言っていましたが。親組織からお前を探せって言われてたんだよ。その理由までは知らねえがな。それでよ、武装な姉ちゃん、そのあのボスが言っていたことなら全て本当のことよ。私のうちはとある島を占めていた騎士団ディートリア組の頭の家系だったの。でもあの日あいつが裏切ってうちの組や皆は。だから私はあいつを探して旅に出たのよ。私自身の筋を通し頭として組を再興するために。そして私のうちを、組を潰した落とし前をあいつに取らせるために。武装な姉ちゃん、ユイシさん、ごめんなさい。杯を交わせば皆家族であり、家族には絶対の信頼を置く。そんなことを言っておきながら私自身が隠し事をして信頼できていなくて、その上頭や皆に迷惑をかけて。そんなの気にしなくていいぜ武装な姉ちゃん。はい、私たちは仲間なんですから。ありがとう。でも筋はしっかりと通さないと。自分の落とし前は自分でつけるわ。うわぁ、やめろって。そうです、そんなこと誰も望んでません。あなたたちが良くても私が許せないの。これは私の侠客としての矜持だから。別の方法、つまり散らすなら鉄砲玉や勝ち込みをかけて散らせ、そういうことね。いいわ、なら私のこの命頭に託すわ。だから頭の好きに使って。それが私の落とし前よ。だあ、なんでそういう物騒な考え方しかできないんだ。何を言ってるの。これが任侠の常識よ。そんな常識初めて聞いたぜ。あ、そうだ武装な姉ちゃん。何？言い忘れてたけどよ、オイラたちも武装な姉ちゃんの目的手伝うぜ。はい、私たち
ちは仲間で家族ですから。だからお手伝いします。頭、Bさん、ルリアさん。あ、でも危ないのは止めますからね。ありがとう。私もあなたたちのその人情に応えられるよう粉骨砕身の息であなたたちに尽くすわ。